はい、ということでね、現在絶賛代表ウィーク中ということで、皆さんもアーセナル不足のことと存じます。そんな皆さんにアーセナル関係の動画をビッシュビシュ毎秒お届けしようと思ったんですが、壮絶秘宝がございましてですね、週末から月曜にかけまして、私の撮りためていた動画、編集中だった動画がですね、ハードディスクごとぶっ飛びまして、これ2テラ、これ2テラバイトのハードディスクなんですが、この中に入っていた 1.3 テラバイトぶっ飛びまして、それの復旧にめっちゃ追われるっていうね、地獄を見ておりましたね、私ね。ということで、アップできませんでした。本当にありがとうございました。ということで、まあ、いろんなね、復旧ソフトを試みたんですが、ググった時に真っ先に出てきたおすすめソフトってことで、それ使ってやってみたら、一発目のやつ全然使えなくて、まあ、なんちゃらかんちゃら、唯一救えたのはゾノだけっていうね。まあ、ゾノと、まあ、少々の写真だけ。動画に関しては一切救えなかったっていう状況で、その後にもう一個別のやつでスキャンしてみて、だいたいね、18時間ぐらいかかったんですけど、まだ全部確認できたわけではないんですが、カオリンのうなぎゼリーだけは救えたということが判明しましたんで、今週中にね、カオリンにうなぎゼリー食べさせてみたっていう動画ね、アップさせていただきたいと思いますんで、もう少々お待ちくださいってことなんですけど、本当に気をつけた方がいいや、みんな。本当に気をつけた方がいい。ハードディスクは突然行く。マジで。バックアップって大事。バックアップって大事なんだけどさ、こんだけ容量あるとさ、1.3 テラバイトとか容量あると、なかなかそんなバックアップ取んのもお金かかるって話でよ。さすがにこれ買ったばっかりだから、編集中の動画がなくなると思わないじゃない。というわけでね、皆さんもお気をつけてね。まあ、こんなこといいんですよ。こんな話はよくて、本日何の話をするかっていうと、我らが、ベン・ホワイトでございます。先日契約延長を行ったばっかりのベン・ホワイトですよ。ベン・ホワイトなんですけども、またもホワイトがですね、やり玉に挙げられましたと。先週代表ウィークということで、イングランド対ブラジルのフレンドリーマッチ、親善試合がウェンブリースタジアムで行われましたと。そこでブラジルにイングランド代表が負けましたということらしいんですね。で、今どうやらイングランド代表っていうのが怪我人が続出してるんだと。もう続出する中、ホワイトは何なんだみたいな話が局地的一部で盛り上がっておりまして、なぜ今回ね、ブラジル代表にイングランド代表が負けたことで、ホワイトがやり玉に挙げられてんのかっていうことと、もう一つ、ホワイトはなぜイングランド代表入りを拒むのか。これについてね、今日はちょっと深掘りしてみたいと思います。まあこれに関しては天才ディフェンダーゆえのっていうことだと思いますんで、最後までご覧いただければ、ミステリアスな天才ディフェンダーの素顔っていうのをお分かりいただけると思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。このやり玉に挙げられているっていう、まあ、理由からちょっとお話してみたいと思うんですけども、一部の方々からペンホワイトがディスられているっていうことなんですよ。それはなぜかっていうことなんですが、先週イングランド代表がブラジルに敗退した同日、ペンホワの嫁ちゃんがインスタに写真をアップしたんですね。この写真に対して局地的一部で波紋が広がっていますっていうことなんですよ。その写真っていうのがこちら。リゾート地のカードゲームプラスベンファと嫁ちゃんが水着姿で写ってる写真っていうことなんですけれども、これに異を唱えたっていうのが、英国の名物司会者であるジェフ・ステリングというおじさんがいらっしゃるんですけども、この方がトークスポーツっていう番組内で、イングランドのチームメイトがブラジルに 0-1 で負けている間、ベン・ホワイトという男は優雅にビーチでトランプなんかしやがってけしからんっつって激怒してたわけなんですよね。確かにホワイトは 3.31 シティ戦から始まる3日に一度襲い来るアーセナルの地獄のロードっていうのを前に、光合成を求めドバイに渡りですね、嫁ちゃんと一緒にリフレッシュ休暇っていうのを過ごしていました。名前はホワイトですけど、日焼け大好きなんですよ。暇さえあればリゾート地行って焼いてるし、海沿いで生まれた男ですから、海が好きなのよ。ロンドン海ないですからね。海なし県です。水なし県ですよ。ということで、暇さえあれば光合成ということでね。でもしょっちゅう日焼けしてんのは、あれおそらく、わかりませんけど、僕の推測ではサロン、もしくは自分家に日焼けマシン置いてんな。あれな、置いてなかったら一年中真っ黒になんないよ。まあそれぐらい日焼けが好きな子なのよ。ちなみにですね、この 3.31 シティ戦から始まる地獄のロードっていうのはこちら。 3.31 マンチェスターセリー、ノーロンダービーの前にチェルシーぶち込まれましたからね。そして 5.11 マンユナイテッド、
そして最終節がエバトンということで、リーグ戦残り10試合のうち4試合プラスアストンビラとエバトンというビッグマッチがね組まれてるわけですよ。アストンビラは今4位争いしてるし、エバトンなんてこれ最終節降格圏内入ってたら降格ブーストかかりますからね、彼らね未知なる力出すんだからということで、ものすごい地獄のロードがあるわけですよ。それに突入する前に今全身で太陽を浴びてチャージしてるっていうことなんですよ、ベン・ホワイトは。そんなホワイトだったんですけど、ではなぜこのおじちゃんがホワイトに対してこんなにも激高してるかっていうと、実はですね、ホワイトっていうのは今回イングランド代表入りのお声掛けっていうのがあったんですよね。イングランドのお声掛けがあったにもかかわらず、それを快くお断りしていましたと。ということで今回ね、その代表に帯同することなくドバイで光合成を行っていましたと。イングランド代表がブラジルに敗れたその日に、あの嫁ちゃんがリゾートでカードゲームの写真をアップしたことで、お前代表断っといて何様のつもりだと、っていうことで今回ね、あのおじちゃんがとんでもない老害っぷりを発揮しまして、ほんと激おこプンプン丸でしたっていうことなんですよ。でね、ここで皆さん気になるところだと思うんですが、なぜホワイトはイングランド代表入りを拒んでいたのか、拒むのか。俺もめっちゃ気になったんですけど、というのはホワイトはワールドカップのメンバーとしてカタールに帯同してましたよね。で、このカタールワールドカップのグループステージ、イランアメリカ戦までは帯同してベンチスタートでスタンバってましたと。で、第3戦のウェールズ戦ではベンチにも入らず、その試合後突如個人的な理由っていうことでチームを離脱してイングランドに戻ってきてたんですよ。で、それ以降ベンホは代表には入っていませんということなんですけど、この個人的な理由とは何なのかっていう、もしやベンファのことだから代表でね無駄な体力削りたくないとかっていうこととかね、確かにベンファならワンチャンありえそうって思った方はちょっとね、もう一度心をね、あの自分をね見つめ直していただきたいところなんですけども、ホワイトっていうのは決してそんなしょうもない理由で代表を途中離脱するような人間ではございません。で、事実ホワイトがですね、代表戦で初めてピッチに立った時アップしていたツイートがこれなんですが、子供の頃からの夢が叶ったって語るほどですね、こう見えて意外とイングランド人です。なので代表入りっていうのはホワイトにとっては光栄なことなんですよ。ではなぜっていう疑問なんですけども、囁かれてるのは代表の序列であったりとか、クラブと代表との両立の難しさみたいなことが言われてたりするんですけれども、でも一番確実視されているのがイングランド代表のアシスタントマネージャースティーブ・ホランドとの確執です。ことの発端となったっていうのがカタールワールドカップの時のミーティングと言われてます。で、この時のやり取りなんですけども、テレグラフの記事によりますとですね、そのミーティング内でホランドさんがカイル・ウォーカーに対してですね、マンチェスター・シティの2122シーズンのパフォーマンスについて質問したらしいんですね。まあおそらくカイル・ウォーカーがそのシーズンのパフォーマンスについて話しましたと。で、その流れでホワイトに対してもアーセナルについての同様の質問をしたらしいんですよ。そのシーズンアーセナルでどうだったと。その質問をした時にホワイトが答えに窮したと。答えに詰まったというか、まあ答えに困ったというか、その辺のディテールに関しては詳しく書かれてないんでちょっとわからないんですけど、まあおかしな空気というか、まあホワイトのことですから、シーズンなんかあったかな、もうそうっすねみたいな感じになったのかな、ちょっとわかんないですけど。で、それに関してホランドさんの思った通りのその回答が返ってこなかったと、ホワイトの口から出なかったということで、そこでホランドが、まあおめえはフットボールに興味ねえもんな的な感じでホワイトに返したと。これが引き金ではないかと言われてるわけですよ。要はもう代表全選手がいる前で自分がプレーしないサッカーの試合は興味がないっていう過去の発言を揶揄しながらホワイトを笑い者にしたのが原因ではないかってことです。ああごめんごめん、お前フットボールに興味ねえもんな、ダハハハハみたいなね感じのことあったのかもしれないですね。ちょっとバカにするような感じで。その後はさ、意外と真面目なホワイトですよ。真剣にやろうとしてんのに、なんで俺みんなの前で笑い物されねえといけないんですかってなってもおかしくないよねって話なんですよね。つまり今回の問題というのはトップの人間による選手に対する敬意、いわゆるリスペクトの欠如っていうところが問題であり、報告書でもですね、
まあ大体これがきっかけとなり最終的にホワイトのチーム離脱につながったみたいなことが書かれているとか書かれてないとかっていうふうなことが記事に書いてあります。でこれについては当然ね、監督のサウスゲートだったり当の本人ホランドさんだったりも、まあ、全員否定してるんですけれども、まあサウスゲートもホランドとホワイトはその後話し合って現在は一切のわだかまりはないんだと、言ってるんですが、当事者だったりトップの人間があれあれですあれですあれが現実でも問題ないはずだけどななんてさ言うわけないじゃん。言うわけないよね。今は問題ないって言うよね。おそらく問題の根源はここなのだろうと、トリガーはこれだろうと言われております。でグーナの皆さんならすでにご存知だと思いますが、ホワイトはプライベートでは一切サッカーの試合を見ない選手っていうことでね有名です。家に帰ってもテレビでは一切サッカーを見ないと、なんならですね自分が出場した試合すら見返さないと、そういう選手なんですよ。でそれは決してサッカーが嫌いっていうことではなく、プライベートはプライベートと、ピッチを一歩離れたら仕事は一切持ち帰らないと、仕事とプライベートをきっちり分けたいだけっていう、そういう主義の人なんです。サッカーに興味ないとかそういう話じゃないんですよ。なんなら勝負事に関してだけで言えばその執念っていうのはおそらくチームで 1,2 を争うぐらいの負けず嫌いですよ、ベン・ホワイトって男は。ホワイトがインタビューでこう語ってます。フットボールは興味ないと思われてるかもしれないですけど、勝負事に関してだけは全部根こそぎ勝ちたいですね。ぶっちゃけ嫁と家でUNOとかしてても相手に勝たせる気は毛頭ないっす。どんな勝負でも常にアグレッシブでプレイして勝つためならやれることは全部やる、ガキの頃からそんな感じですっていう風に語るぐらい、ホワイトっていうのはとんでもなく負けず嫌いなんですよね。勝負にだけは徹底的にこだわる男なんですよ。さらにホワイトはアーセナル屈指の IQ フットボーラーでもあります。でこれはもうグーナの方ならねお分かりだと思いますけど、入団当初は右のセンターバックでしたよね。でその後に冨安の怪我によって右のサイドバックにコンバートされて、でもそれも難なくこなし、今季に至っては左サイドバックのキビオルを生かすため難易度の高い右の偽サイドバックっていうのを担当し、これもすぐにフィットしてるっていうことですよ。これを見てもただの選手じゃないっていうの分かりますよね。で現在のアーセナル好調の理由の一つがホワイトの偽サイドバックコンバートの成功と言っても決して過言ではないわけです。本来であれば左サイドバックのキビオルがね、偽サイドバックっていうのをやるんですけども、いやキビオルはちょっとなかなか偽物になりきれないんだということで、キビオルにクラシカルな左サイドバックをやってもらって、ホワイトよ、ああホワイトよ、ぜひ君が偽物をやってくれなかっていうふうにテタさんがコンバートしたと。でホワイトホワイトでおいっしょ別にっつって、その2つ返事でそれを受けてくれたと。これの成功によってキビオルが生きてるわけですよ。つまりホワイトが偽サイドバックできなかったら今のアーセナルはないに等しいって話なんですよ、だと俺は思ってる、あくまで俺はね。でこの偽サイドバックっていう難しいタスクについてね、問われたホワイトの回答も実にクレバーなんですよ。ホワイトこう答えてます。偽サイドバックは難しいかってよく聞かれるんですけど、まあ、特にそういうことないっすね。自分がいつどこで何をすればいいかっていうのは監督がああしろこうしろって、まあ、細かく指示してくれるんで、まあ、自分はそれに従うだけなんで、ミケルが仕事をシンプルにしてくれるんでめちゃめちゃ楽っすね。まあぶっちゃけ別に俺じゃなくても誰でもできるんじゃないですかねっていうふうに答えてるわけですよ。これを聞いても分かるようにですね、ホワイトはやれって言われたら雰囲気で何でもできちゃう寡黙な天才肌なんですよね、まあ、いわゆるミスター長嶋茂雄タイプですよ。ミスター長嶋茂雄タイプ、何でもかんでも感覚でできちゃうっていう人、ここがポイントだと思ってて、何でもかんでも感覚でできちゃう選手なんで、それを理屈や言葉で表すことが逆に難しいんじゃないかと思うわけですよ。ホワイトに関してはミスター長嶋茂雄も理屈じゃなかったですよね。選手に打撃フォームっていうのを教える時もスッと来た球をですね、グッと構えてですね、あとバーンといってガーンですよ、うんつってね、やってたでしょ、やってたなみたいな感じで指導を行ってた人じゃないですか。それを唯一理解できたのがゴジラ松井秀喜だけとか言われてたり言われなかったりしますけども、とにかく理屈じゃないっていうがっつり感覚の人、ミスター女子プロレスと言われた天才児神取忍も過去このようなことを語ってます。あたい人に教えられないんだよね、
だってできちゃうからさ、できちゃうんだもん。人がなんでできないのか理解できないんだよね。だから教え方が分かんないのっていうふうに語ってますよ、ミスター女子プロレスの神取忍も。ホワイトもきっとこのタイプなんじゃないかと。いや絶対お前のシーズンうんたらかんたらどうだったみたいなこと聞かれてもさ、まあサイドからバーって言ってうまいことガーってするだけなんでって言っちゃう人なんじゃないかと。多分、いや十中八九絶対じゃなかったら、あの最高難易度の偽サイドバックを、いや別に俺じゃなくてもできると思いますよ、いや監督に言われた通りやってるだけなんで、みたいなことが言えるわけないって話ですよ。言われただけでできない人が何人いたことかって話でしょ。できない人が山ほどいるんだから、あのタスクを。だからそれをできちゃう富安もすごいんですけど、だからホワイトっていうのは絶対音感レベルな感じで形状記憶ボディの持ち主なんじゃないかと思うんですよね。一度見聞きするだけでそれを再現できてしまうただの天才じゃなかったら、ティアニーもキビオルもパーティーズでさえできなかった、フィットできなかったの偽物を秒でマスターできるわけねえって話。もちろんね、人間ね、得て増えてありますよ。得て増えてある。でもその中でもやっぱり、ちょっとホワイトは特殊なんじゃないかと、ちょっと思うわけなんですよね。でもそれを理解できない大凡人っていうのが、必ずやっぱ一定数いるわけですよね。その一人が、先のスティーブ・ホランドさんだったんじゃないかというわけですよ。でもね、これはね、もうしょうがないと思う。天才は、理解されがたい。これは、宇宙の真理ですよ。ホワイトっていう人間はさっきも言いましたが、一歩ピッチを離れたら自らを世間と隔絶したい人となれば、まあ代表戦の日程すら知らなかった可能性もあるし、ワンチャンねあるし、そもそも写真をインスタにアップしたのが本人ではなく嫁ちゃんですからね、そこに文句言われてもさ、知らんがなっちゃう話ですよ。っていうかね、さっきの写真見てください。これ見て、この写真、リゾートにおいても嫁ちゃんとプレイしてたのがしっかりウノですよ。ウノ。さっきのホワイトの言葉覚えてますか？ぶっちゃけ嫁と家でウノとかしてても相手に勝たせる気は毛頭ないっす。って語っていたあのカードゲームですよ。こうやってピッチから離れて海渡っても戦うことだけは忘れない男。それがベン・ホワイトなんですよ。そんな休み返上してまで勝負にかけるあのホワイトほどの天才がセットプレーで見せるあの泥臭いムーブ、自らを信頼してくれる人間の前ではこうやって全てを捧げて戦ってくれる男の中の男、それが今や我々になくてはならない天才カルトヒーローベン・ホワイトの真の姿なんですよ。そんな男を信じる以外の何があるのかと。つわけでホワイト大丈夫だ。イングランド中央的に回しても全宇宙のグーナーがついてる。お前についてる。とかね、声高に言ってみたところで、全く気にしねえよ、あいつは。全く気にしねえと思う。それが孤高の仕事人、ベン・ホワイトという男です。ということで、ベン・ホワイトの素晴らしさについてね、今日も語ってみましたが、いかがだったでしょうか。まあね、今週末シティ戦ということで、もう1、2本ね、アセネル関係の動画アップできればいいと思ってますんで、もしよろしければチャンネル登録、チャンネル解除、いいね、悪いねボタンよろしくお願いします。カムユガランサーでした。バイッ。